初代太刀よ、今日はイエス・キリストがキリスト者の人生を示してくださいます。本当にキリスト者の生き方はこの世とまるで違う、ちょうど逆です。今日の福音の最後の言葉はそれを言っています。最後のものは最初のものとなる、そして最初のものは最後のものとなる。私たちがもしかしたら学校では仕事では家族でもね、兄弟ならば、あるいは主人と奥さんとの関係を見れば、なんで私はいつも最後のものとなってしまう、いつも後ろに残してしまいます、どうして私のことをいつも大事にされていない、私たちが驚きます。なんで私が言ってることをしょっちゅう軽んじられてしまう、私が一生懸命考えて一生懸命働いて一生懸命いろんなことやっているにもかかわらず、相手は私のこと、私自身を軽んじてしまう、びっくりして、そして落ち込む、危機に入る、落ち着かれない、不満を感じて、そしてイライラして、信頼もできない状態に入ってしまう、絶望。今日キリストは目覚めて、目を開いて、私についてきている人が最後のものとなるよ。でも私について行く者は私に呼ばれた。ペテロが私たちみんなに代わって、彼の言葉の裏にはちょっとの文句、あるいは疑い、もしかしたらイエス・キリストと一緒にずっと歩んできたけど、改めて彼が何もわからなかった。さっぱりわからなかった。弟子たちはイエス・キリストについて言ってもわからなかった。私たちも多分今日わかっていません。私たちがキリスト者であるのをわからない。どういう意味であるかわからない。なぜかというと、私たちが最後のものとなる、軽蔑される、迫害されるということを経験すると誇ります。文句言います。神様が私を惑わした。幸福ばっかり。私が一生懸命、諸局で働いている。神父であれば、真に人々を探したり、励ましたり、そして命を懸けたりすると、誰でも、まあ、神父さんと神父さんと神父さんと言いながら、私のことを全然来てくれない。私が主人のために、すっごく働いています。いろんなことを彼を欲しする、世話するのに、彼が私のことを軽んじてしまう。私のことも本当にわからない。悪魔が私たちの目を、私たちの心も、私たちの理性も惑わす。神様があなたを惑わした。神様はあなたに真理を語らなかった。いつもこの声を聞く。そしてそれに耳を傾けて、いつも私たちが他の二つの段階を忘れてしまう。一つはイエス・キリストに従うこと、何であるかを正直にキリストが私たちに毎日ぐらい言ってくださる。でも私たちはそちらに耳を傾けない。ペトロと同じように、今日 の福音には現れるペトロの言葉は前のペトロの言葉と一緒です。主よ、あなたがエルサレムに苦しみを受け、十字架に貼り付けられ死ぬことにありえないんです。キリストの道に邪魔したんですね。で、同じように私たちが全てを捨て、全てを忘れ、あなたについていった、そして報いは何だろうみたいな感じ、清い心があっても、なんでまだそれを聞くのか。ペテロと私たちの報いは私たちの目の前にある。ペテロの目の前にありました。それはキリストご自身でした。永遠の命、100倍全ては何ですか。キリストです。キリストがあなたと私をどこで探した、どこに見つけた、あなたはどこにいた、キリストに出会う前に、あるいは今日もあなたはどこにおった、今朝起きた時にはどんな罪の中に、どんな泥沼、昨日どんな泥沼に落ちてしまいましたか。裁き、妬みなどなどでしょ、罪、奴隷の状態だった、エジプトだった。で、キリストが私たちを愛し、誰でも私たちをそのキリストのような愛で愛してくれなかった、愛することはできなかった。あなたも相手をそのイエス・キリストの愛と同じ愛を持って愛することはできなかったでしょう。キリストの呼びかけは救いです。
勤めではありません。仕事でもない。私たちの召し出しはただ一つです。そして私たちの使命はただ一つです。改心することです、兄弟たちよ。改心する。つまり、神に愛されることを許すこと。神の愛で満たされること。神があなたをいつも許す。神様が私たちを愛してくださる。神様が私たちを一度も裁いてません。一度も私たちを責めていません。けど、悪魔がそれを私たちが忘れるように努めています。で、肉、皮膚のレベルでは、私たちが苦しんでいるから、悩んでいるから、それを使って、ああ、神様があなたを愛してない。愛してない?愛してない?ペテロが、どうして私たちが全てを吸って、あなたについていったと。どうしてそれを言うことができたんですか?クリストが彼を呼ばれた。彼がクリストを探さなかった。ペテロがクリストを探さなかった。ペテロは、ある日、ああ、私はイエス・クリストの弟子になりたい。と、一度も考えなかった。会ったことがなかった。彼が自分の網、自分の仕事、そして虚しい仕事でしょ。何も取らなかった時には、クリストが現れ。ほら、失敗者でしょ。奥さんを愛することはできないでしょ。子供を産むことができないでしょ。子供のために命をかけることはできないでしょ。いつもお金のために心配しているでしょ。セックスの奴隷でしょ。裁きばっかりの心を持っているでしょ。妬んでいるでしょ。あなたの体が嫌いでしょ。などなど。この状態にいた私たちがクリストに愛された。クリストがあなたを解放した。あるいは解放し始めた。そして教会の中では信仰の道に置かれて歩ませています。彼があなたと私を引っ張ってくださる。彼は良い牧者として先頭に歩んでいます。だから私たちが見るのが彼の背中。彼の背中を見ると、イエス・キリストについて行く人が彼の背中を見る。その彼の背中には何がありますか?迷った羊。あるいは十字架。十字架、兄弟たちの。その十字架の中には、あなたのと私の罪が書いてあります。そしてキリストの血が、そしてその血は毎日、毎日、毎日、私たちの罪を許す。許されたら、私たちが100倍をもらう。私たちの心から妬み、恨み、文句など抜かれてしまう、取られてしまうでしょ。そして代わりには少しずつイエス・キリストの命、イエス・キリストの霊が与えられています。私たちを満たすまで信仰を与えます。大人の信仰まで。だったら、つまり毎日のあなたの主人があなたに与えられます。毎日毎日毎日のあなたの子供、変わってくる子供、気持ちが変わってくる子供、態度が変わってくる奥さん、すべてがプレゼントとしてあなたに与えられます。あなたが許されたら、私たちは神に新しいものとして作られたら、神の子となったら、私たちが毎日変わってくる、苦しんでいる、罪を犯している、過ちを表してしまう、その相手受け入れる。愛することができます。そちらにクリストを見る。クリストがみんなに存在しています。すべての家に存在しています。そしてもちろん具体的にも、私たちの周りには兄弟がいれば、どんな国にも、どんなところにも、私たちを迎えます。あなたも、どんな人も、どんな兄弟も、クリストとして迎えます。この新しい生き方、天の国、神の国の味見、教会の中で経験することができる天国の味見、